ワスプマイナス6は水亀座の方角に約600光年の距離にある G 型が多種系列性である。12等級の暗い星で中型サイズのアマチュア用望遠鏡で見ることができる。太陽の80%程度の質量で太陽よりも若干冷たい。2008年にスーパーワスププロジェクトによって太陽系外惑星ワスプマイナス 6B が発見されたことが公表された。 この惑星はトランジット法によって検出された。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NM ExeWorlds プロジェクトにおいて、WASP-6 はドミニカ共和国に割り当てられる、境外惑星系となった。このプロジェクトは、国際天文学連合100周年事業の、 一貫として計画されたイベントの一つで、ドミニカ共和国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、WASP-6 は MARF、WASP-6B は BOYNAYAL とイイ命名された。 いずれもカリブ海周辺の島々に居住しているた、イノ族に伝わる神話に登場する神の名前にちなむ。もので、マーフーは、太陽の守護神でもある干発の神、そしてボイナヤルは土を肥やす、雨の神の名前にちなんでいる。ありがとうございます。